近くに記念撮影できるとこがあるんだって。また今度な。はあ。楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい。それじゃまた会おう。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アルマ。ノクティス王子大きくなったな。おや、覚えてないか。小さかったもんな。初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。帝国軍はよく来るのか。町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。水準に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思ってる。ならどうして儀式をさせるんだろうね。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナ・フレーナ様はどこに。町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもただで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様、答えは官邸で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか。何にせよ
船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。どうも。どこまで行くかい。それじゃ。また会おう。どうも。帰り道もよろしくね。アラネアって不思議な人だったね。帝国軍人らしからぬ女性だったな。この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら叶えましょう。いらっしゃいませ。今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。いいじゃねえか。うまく撮れてるな。うまく撮れてるな。いい朝だな。あ、どうする？首相のとこに行くの？ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。この近くにいい場所があるんだ。記念撮影しようよ。また今度な。はあ。よく来てくれたわね。どうも。早速だけど、
挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね、天守が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。無事でいるんだろうな。無事よ。帝国に引き渡すかどうかはあなたたち次第ね。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？啓示の準備だ。俺が水刃の力をもらう。それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。ま、町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要ね。確かに必要だわ。ええ、でも計画はまだ未完成だからあなたたちを呼んだのよ。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。避難はいいとして、町への被害は？お気遣い感謝する。そっちは容認するつもりよ。人を守ってもらえればいい。それが最低限の条件。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。それは俺に帝国と戦えってことか？一言で言えばそうね。逆に言うなら、そんな騒ぎの中動けるような兵はこのアコルドにはいないの。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、教頭の契約を結ぼう。教頭？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶなら、その時はカンナギも王も切る。わかった。首相として市民を守れ。父親に似てるわね。どうも。道は間違ってないと思うわ。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻、最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ。
面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね、王様もカンナギも。レイニスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち三人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援と。敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。掲示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、分かった。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。会場には着いた。ああ、作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや
悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失ったあの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の道からがあるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの道からをお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。ありがとうございます。からも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。おう、任しとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ。カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ、王に聖石の力を迎えるためどうか受けを。
石に選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知であるな。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。あんたの力がいるんだ。じゃあいいや、君が渡しなさい。クリスタルも取り戻すよ。おい、早く来いよ、ノクティス様。
です。ルナフレーヌさん。
ノクティス様。ルーナ。ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し
時間がかかるが。怪我したのか。大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。Thank you.